イオングループイオン、イオンリテールイオンリテール株式会社は、千葉県千葉市三浜区中瀬に本社を置く日本の大手、流通グループ、イオングループに属する東北地方を除く本州と四国で総合スーパー、及びスーパーマーケットのイオンやイオンスタイルなどを運営する企業である。イオンは、ライバル企業の買収などで、グループが肥大化する一方、いわゆる、 街づくり散歩によるイオンが得意としてきた、郊外型店舗の出店規制、さらには、アメリカ合衆国のサブプライムローン問題に端を発する経済の先行き不透明さなどが、相まって、消費低迷による売上げの減少に見舞われるようになってきた。そこで、グループの重複事業を整理し、より効率的な運営を行うため、イオン株式会社は、グループの純水持ち株会社に転換し、 小売事業を休眠会社であった当社に切り離して継承させた。当分の間はそれまで、イオン自身が行っていた店舗運営のみを行うが、今後は順次グループ内の小売事業の整理が進められることになっている。イオン、イオンスタイル北海道の店舗は、イオン北海道、東北地区の店舗は、イオン東北、九州地区の店舗は、イオン九州、沖縄県の店舗は、 イオン琉球が展開。当社では、以前から日用品、食料品が、中心の食品スーパー3店舗、ショッピングセンター1店舗を展開していたが、2010年12月に、イオンマルシェを吸収合併したことで、かつてのカルフールから解消した総合スーパー6店舗を引き継いだ。2011年3月1日、イオンリテールがマイカルを吸収合併したことにより、ジャスコ、サティ、 マックスバリュー中条店の店舗ブランドは一斉にイオンに統一された。ただし、同年7月18日に閉店した広島サティは運営がイオンリテールに関されたものの野号変更を行わず、従来通りの野号で閉店日まで営業していた。このうち、イオンモールなどの大型ショッピングセンター内のものは、改装後、医療品売り場を中心にイオンスタイルストアと呼称され、 後に、食品売り場も含めて、ファミリー向けのイオン直営店を故障されるようになっている。2014年以降に新規開業した店舗、イオンスタイル京都桂川及び、2015年4月以降の既存店、イオンレイクタウン店、イオン鎌取店、イオン茨城店を、イオンスタイルレイクタウン、イオンスタイル鎌取り、イオンスタイル茨城に後号変更したのを皮切りに、順次。 イオンスタイルに野護変更されている。なお、今後は、シニア層向け売り場は、イオングランドジェネレーションストアへ、ダイエー等の食品重視の都市型総合スーパー店舗を中心に、イオンフードスタイルストアへと、それぞれ転換する構想である。2015年10月1日に、愛知県のダイエー前後店舗もイオンに転換され、2016年3月1日に、本州の一部のダイエーを継承し、 後日する大英紐屋店を除く28店舗も3月中に順次イオンに転換された。また、スーパーマーケット業態については2011年のブランド統合時点で存在していた店舗や新規開業のほか、マックスバリュー東北から継承した新潟県内のマックスバリューの転換店舗も含まれる。イオンソヨライオンスタイルを各店舗としジムやクリニック、美容室、 クリーニングといった日常生活における利用頻度が高い専門店を組み合わせ、テイクアウトデリバリー専門店やネットで注文した商品の受け取りが可能なクリックコレクトサービスなどの充実化、カフェや広場、塾やカルチャー教室といったコミュニティ学び、体験の場を都保県内で提供する都市型ショッピングセンター。そよらの名称は、空、よって、楽しんでって。 との呼びかけが由来である。イオン・ソヨラ・エビエを皮切りに、三大都市圏と、政令指定都市の中心地までのアクセスを重視した、立地を中心に展開される予定である。ザビック元々は、マックスバリュー西日本が展開していた、独自業態だったが、全国展開になりつつある、ディスカウントストア。当社は、埼玉県の八シ南店、東京都の秋島店の2店舗を運営する。 これら2店舗は、ジャスコから業態転換された店舗で、イオンビッグの設立、継承後も、建て替えのために2016年5月31日に閉店した倉敷シサ起きても当社が運営を担当していた。イオンスポーツクラブ、スポーツクラブと女性専用フィットネススタジオの2形態で運営を行っている。イオンバイクイオングループが展開する自転車、専門店として、 2010年8月26日に行得点をオープン。2012年9月現在は中部、近畿の一部に展開するほか、九州地区ではイオン九州が、北海道ではイオン北海道がそれぞれ展開している。なお、関東地区の店舗については新たに設立したイオンバイク株式会社へ事業を継承した。イオンエクスプレス大型コンビニをコンセプトとした SM で、 仙台やら町店を実験店の皮切りとして、宮城県仙台市内に11店舗を展開するほか、大阪府や島根県にも展開している。ビブレ、ビブレジーンマイカルが運営していたファッション専門店で、2011年3月のマイカルの九州合併に伴って、運営を引き継いだ。2016年3月1日に、都市型ファッションビル型の旧店舗は、オーパの運営に移管されたが、 専門店業態、ビブレ寺院の運営は引き続き、イオンリテールが担当している。なお、新ユリガオカビブレも当社で運営していたが、2018年に、イオン新ユリガオカ店へ統合された。FT2013 年11月30日に、立ち上げた、ファッション、雑貨、カフェ、サロン等を複合した大型専門店。緑色の外観に、大きな FT の文字が特徴。 吉川南店と湘南茅ヶ崎店の2店舗を展開している。キッズリパブリック2014年11月15日に立ち上げた玩具やベビー用品、子供医療などを複合展開したベビーキッズ向け総合専門店。1号店となる倉敷店の開業当初は従来から展開していたキッズ共和国に代わる新業態となっていたため、看板等に キッズ共和国が表記されていたが、2016年4月23日に開業した今治新都市店からは、キッズ共和国の表記がなくなり、2016年9月24日に開業した東、戸塚店で、ブランドロゴシンボルマークともに一新された。2018年1月現在、秋田県、千葉県、神奈川県、富山県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、 愛媛県に10店舗を展開している。また、キッズリパブリックの、構成フロアの一つである、玩具専門店、モントイズは単独での出店も行われており、群馬県と奈良県に2店舗を展開する、店舗の一例イオンモール2011年11月21日より、モール型 SC のブランド統一との名目で、イオンショッピングセンターとして運営されていた一部モール型 SC が、イオンモールへと変更された。 ただし、イオンモールへの名称変更後も、イオンリテールやイオン北海道、イオン九州の運営していた SC については、引き続き各社が運営を行い、イオンモールとは運営会社が異なる状態となっていた。グループの事業整理を目的として2013年11月1日より、イオンリテールが運営していた計 54SC が、イオンモールへ運営移管された。 イオンショッピングセンター当社やイオン北海道、イオン九州が運営するショッピングセンターで、従前からイオンショッピングセンター名称のままの店舗のほか旧マイカルタウン、イオン大見八幡ショッピングセンター、イオン明石ショッピングセンターなど、マイカルから当社経由でイオンモールに関した店舗が含まれる。イオンモール同様、 グループの事業整理を目的として2013年11月1日より、イオンリテールが運営していた K15SC が、イオンモールへ運営移管された。大英大英のブランド、愛知県の大英5店舗を承継し、大英の店舗ブランドもそのまま継承して当社が運営していた。しかし、2015年9月27日をもって、愛知県の大英全店舗が営業終了し、休業を経て、 同年10月1日にイオンへブランド変更した。2016年3月1日からも関東、関西の一部及び宮城県、山梨県を継承し、このうちの28店舗は3月中に順次、大英としての営業を終了し、2日間の休業を経てイオンへブランド変更した。2016年5月5日に、大英エ問ひもんや店が閉店されたのを最後に、 イオンリテールウニエの大英店舗は消滅した。ショッパーズプラザ大英のブランドであるショッピングモール。大英から2016年3月1日にショッパーズプラザ新浦安、ショッパーズプラザ横須賀の2店を継承した際、同名が引き続き使用された。その後、ショッパーズプラザ新浦安は2017年5月にイオン新浦安店に変更され、 ショッパーズプラザ横須賀は2019年3月に閉店されたため、イオンリテール運営のショッパーズプラザは消滅した。なお、エビナは引き続き、ダイエーが運営している。ビブレ、フォーラスいずれもファッション専門店。イオンは従前からフォーラスを運営していたが、2011年3月のマイカルの吸収合併に伴って、ビブレの運営を引き継ぎ、2ブランド体制で運営していた。 ファッションビル事業の再編による組織統合により2016年3月1日をもってフォーラス4店舗とビブレ9店舗の計13店舗の運営をオーパーへ移管したが、先日の通りビブレの店舗のうち専門店業態、ビブレ寺院等の運営は引き続きイオンリテールが担当している。ありがとうございます。